どうもトモハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日のトモハッピーチャンネルはこちら、マジックザギャザリングの福袋超開封社長ガチチェックやっていきます。長いね、なんつった俺今。全然分かんなかったです。要は今ハレリア宇都宮店、ハレリアのね13店舗目、新店のねオープン前あと3時間ぐらいでオープンっていうねとこなんですけど、新店オープン記念の福袋、またまたね中身チェックしていこうじゃないかと、そんな回です。まあ、福袋ってね、自分でもちろん買って楽しい、お得とかいろいろありますけど、なんか開封見てるだけでも楽しいと思いますし、僕も社長としてね毎回大丈夫かな、ちゃんとお客さんに新店記念にふさわしいお得な内容をお届けできてるかなってことでね、毎回ちょっと抜き打ちチェックということで、もう抜き打ちチェックが多すぎて全然抜き打ちになってないよね。毎回のようにやってるよね。もう抜き打ちじゃないっすね完全に。はい、ということで早速いってみます。こちら1万円福袋からちょっと仕込みないようにポンポコ、どれがいい ?1、2、3、4、5、6でいいんだよ。6で 6? これはい、 OK、 はい、いきます。早速1万円、ちゃんとスタッフが取り違えないように下にね番号が書いてある1万円のすげえこちら、はいはい、ハレリアデッキケース、はいはいはい、あれだね、あの赤白反転バージョンのね、なんか前なかったんだよ、白が、白もできてますってことだね最近は。はい、女性に人気ですよね、このカラー。あ、そう、俺ってかこのカラー初めて見たんだけど、前回はさ、紫で確か福袋限定カラーとか言ってて、これも結構新色な方だよね、比較的ね。そうですね、うん、ちょ社長、分かってなくてごめんなさいっていう。美味しそうだよ。チェックしておきます。これは売ってるのか、福袋限定なのか編集で入れておきます。はい、そして中身さ、こんな感じでね、一応シングルは見えなくなってるけど、これがこう倒れてたらシングル見えちゃってる可能性もあるね、こんな感じで。危ないね。最初にお出になったのはゼンリカの夜明け、比較的最近の半年前ぐらいのパック、統率者レジェンズ、これでまあざっと言うと2500円ぐらいだね、プラスまあ3100円、大丈夫なのかお得なのか。そしてハレリアスリーブ、これはね確か単体では非売品なんだよな、スリーブくじとかから出てくるけど。そうですね、 MF とかでようやく売るぐらいのやつ、マジックベストね、はい。まあ、これ3500、600円って考えると、やっぱりこれ1万円ぐらいのシングル出るのがハレリア福袋の相場なのかなということで見てみましょう。ドドン、え、いやいやいや、この間俺が散々言ってたから、もしかして、あの、どっちからどうなっても見えないようにケアされたかも。あとフォイルのそれ防止とかされて。そうですね、フォイルかもしれない。え、これ嬉しいよ、開ける楽しみあった。やっぱ箱開けた瞬間見えちゃうとつまんないよね。そうですね。もしかしたらさ、なんかこれ梱包材じゃなくてさ、いいカードが何枚組かっていう可能性もある。島、嬉しいね、使える梱包材。はい、いきます。ドドン、おお、放送ビル。いいんじゃない、いいんじゃない、これいいやつですよ、うん、参考価格ダブルマスターズ医師の力1万4000円なんだけど。え、1万じゃないですか。やりすぎくんがいるかも、やりすぎくんが担当したかも。あ、でもだったら MP とかさ、状態悪いんでしょって思ったけど、状態いいぞ、めっちゃ。これはニアミントどころかジェムミントです。やば、これ新記録出たんじゃない、ハレリアの今まで福袋チェックしてきたけど、1万7000円分ぐらい出ました。でもね、実はね、なんか今回ちょっとびっくりしたのが、これ正直に話すけど、社長ガチチェック的には正直に話すけど、ちょっと今あっちからこれ持ってきたんだけど、実はね、あの今回こんな感じで何が出ますみたいな、この中からランダムで封入されますって書いてあって、開封動画的に面白くなくなっちゃうから最初見せなかったんだけど、現場ではこんな感じで売られていてですね、その中の、まあ、実際入ってるって言われてるフォースオービルが引けたということでね、ちょっとこれ参考までに、せっかくなんでこれらのカードが、参考価格いくらだったのか編集で載せてください。はい、発表します。ドドン、はい、まあいいや、次行こう。3万円、今回のご用意は、え、いっぱいあるぞ。なんかね、1万円より3万円の方が売れるって聞いたことあるんだよ。20個ある、20袋どれがいい。これ3番目っすかね。じゃあこれ行こう。はいはい、行きます。ドドン、統率者レジェンズ、戦いに備えよっていうデッキだね。統率者レジェンズの統率者デッキ、これはちょっとさすがに残ってるやつって感じかな。プレイマット、
なんだろうね、戻すの大変だからよしとこうかね。いつものあれじゃない、ハレリアオリジナルフリーマットじゃない、はい、で、デッキケース、おコーポレートカラー、そうですね、ハレリアの赤ですね、うん、そして、また同じスリーブ、はい、そして、いつものうおー、イカチー、セットブースターかな、あ、ドラフトブースターだ、そんなに余ってないはずの方だけど、だいたい4600円ぐらい、ここまででだいたい1万4、5000円だね、ここまでね。で、これが3万円福袋だから、でもこれ3万円ぐらいの入ってたらさ、結構お得だね。そうですね、だいたいその福袋の金額ぐらいのカード入ってて、いろいろついてるみたいな。でもまあ2万円ぐらいでも文句は、ちょっと文句言えるね。3万円で3万5000円分で、まあパックいっぱいだから変なサプライいっぱいよりは全然いいけど、これ何入ってるのかな。さっきね、見本一瞬見たんだけど暗記してないから何が出るかなっていう。これね、あのいいんだよ、こういう福袋開封動画とかで、はい、ハレリアって写してもらえるかなっていう、はいはい、したたかな。まあでももらって嫌ではないでしょ、比較的使いやすいようなアイテムでしょ。統率者に使えそうです、うん、あ、そうそうそう、統率者入れて写真上げてくれた人いっぱいいた。はい、いいね、この梱包材が基本土地なのは社長はかなり嬉しい。だって実用的じゃんね。そうですね、うん、まあでも余ってもないから、まあ余ってないときしょうがない。これなんだ、え、2枚組、え、そんなに簡単に出していいの、ダブルマスターズの放送ビル。これなんかデュアランっぽくない、色的に。あ、昔の放送ビルかも。そしたらトータル3万円ぐらいみたいな。ドドン、え、違う、適者生存、適者生存の日本語版 SP。 すごいな、なかなか秀逸じゃないこれは。めちゃめちゃだってさ、人気あってさ、統率者で使うからさ、値上がってるカードでもあるよ、両方とも。 SP でも1万8000円しますってことは、まあ、あくまでうちの売り値ですけど、参考価格32000円、これなんて言ってた、1万4000円ぐらいとか言ってさ、そうです、4万6000円分出ちゃった。これちょっと確認なんですけど、これ何枚の福袋でしたっけ。3万円です。すごいですね、結構すごいな。いや、素の声で言ってました、すごいなって。これ何なんだろうね、なんかさ、いや、社長目線の正直なコメントよ、なんか割り良くなってる気がする、前より。福袋の設定、いや、基本的には大盤振る舞いお得な商品なんだけど、原価いくら使っていいよっていう設定があるわけじゃん、まあそれは社長も当然 OK してるものなんだけど、中身がよく感じるんだけど、いつもより。何なんだろう、今回のこの計算間違ってる説、地方補正かな。ちょっと考察動画になってきたな、このお得すぎる福袋受験簿みたいな。はい、ということでね、ボリュームゾーンの1万円と3万円見てきましたが、あと1個ぐらい見ちゃいたいね。さあ、あとどれ向こうかな。10万円はちなみにね、こんな感じ、デュアルランド確定らしいよ。どれか、トロピー、アンシー、ボルカ、いい色のデュアルランド確定で、まあ、でもあとこんなん入ってますっていう、もう分かってるからね。うん、で今回50万円あるんだよね。50万円、50万円、来た、タイムウォーク入ってる。ちょっと見てみるか、50万円どんぐらいお得なのかね。そうですね、じゃあたまには超高額50万円見てみましょう。はい、スリーブじゃない、プレイマット、デッキケース、ゼンディカーの夜明け、ギフトボックス、ギフトエディション、すごい、日本語闘争対戦ボックス、天野リリアナ出ちゃうかも、フォイル。統率者レジェンドボックス、これはね、まあツイッターでも中身公開してると思うんですけどね、してたと思うんだけど、ちょっと状態、カードの状態をくまなくは見せてないはずだからね、これチェックが必要ですね。チェック必要かもしれない。鬼温泉オリジナルツリーブ、これ一番好き、ハレリアのイラストレーターの先生に書いてもらった、めちゃくちゃ人気です。しかもこれスリーブの中ではね、これ鬼温泉2ついける、デッキいける。そして、まあ、これはもう中身分かってるもんね。分かってるですね。そしてダイス、お、ダイス初めてですね。そうだね、まあ、ちょっと彩りたかったんだろうね、50枚もするからね。1点限りだから。そして珍しいケースに入ってるのは、ちょっと待ってよ、いやこれ分かるけど分かんない、イタリア語のレジェンド、イニシエの超いいパックなんだけど、あのね、プレイドって書いてあって、パックはプレイしねえよみたいな、状態悪いっていう意味なんだけど、パックにはプレイドっていう表記はおかしいんじゃない、まあ、プレイしませんからね、うん、ダメージ品とかじゃない普通。
まあ、確かに状態は悪いです。これだからあれだね、要は結構折れ線あるし、そのサーチされてる可能性がまあ高いパックですね。かつてまあ普通に売ってても売れづらいし、あのサービス品だから入れちゃうみたいな。でもね、このここがね面白いところなんだけど、レジェンドとかって今その現代になって価値がついてるとか高まってるっていうカードが多くて、もし昔サーチされてたとしても結構昔高いのは出る、昔から高いのは結構出る可能性は下がってるんだけど、今全然高くなってるみたいなパターンとかもあるから、古いパックのカードって、まあ、だからそのかなり休みで入れてるはずなんだけど、もちろん状態悪いサーチされてる可能性あるパックだから、イニシエのサーチを覆してる可能性があるってことですね。そう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 多分ね十数万だと思うんだけどね、これでね、ざっくり。そしてタイムウォークがちなみに SP いくらするのか、今バグってるわこれ。え、見てみます、状態。本当に SP だったら、ちゃんと SP だったら56万円参考価格、ちょっとやばい、だからこれだけでもうお得みたいな。これはすぐ売れるわ今日多分。だって誰もが憧れるパワーナインのね一種、はい、タイムウォーク2万7の時飛ばし、 SP じゃない MP だった、あれ勘違いした、勝手に、ちょっと待って、バグったっすね。あ、勘違いしてました、 SP だと思って勘違いしてた、 MP だバグっちゃった、バグっちゃった、勝手にバグって興奮してた小さい写真でなんか見間違えた、こうやって逆さから見てたから、まあいいや、言い訳はいい MP でした、 MP、 まごうことなき MP って書いてある商品で MP が出てきた。でこれはちゃんと MP かっていうと、まあ、ちゃんと MP ですね。 HP っていうには立体傷とかないし、まあ汚いんだけど、これ店ではやんないけどさ、ダメージになっちゃうと困るから、結構個人で拭いたりとかする人はすれば落ちるしね、こういうのね。そうですね、乾いたウェットティッシュでやるんだよ。あの店ではちょっと怖くてやりたくない、そうですね、状態損なう可能性あるから。これが一体いくらなのか、 MP は参考価格49万円です。いやすごいな、でもセールで45万円っていうのもあるから、いやすごすぎません、ちょっとお得はお得だけどね、全部足して60万ぐらいするって考えたら、お得はお得だけど、さっきまでに比べたらやっぱり高単価でこう買い取りとかも高めのものだけあって、金額でお得さはさっきまでのインパクトよりはないね。だから本当に中身これは公開して、これらが欲しい人がいればお得に買ってくださいみたいな感じで、そんな感じ。あとはでかいご祝儀買いしたいみたいなね方ももちろん歓迎なんですけど、いやまあこれをどう見るかだよね。外装が状態悪いやつでもまあお得に手に入るなら剥いてみたいとか、こうパックのままコレクションしたいとか、そういう人にとってはいいかも。まあタイムウォークはもちろんみんな大体の人欲しいっていうかさ、いいから。タイムウォークの縦幅を全部つなげて日本からブラジルまで橋がかかるぐらい欲しいよ、どんだけ欲しいかないけど、多分ないよそんな、世界に釣られてないけど、そんなにタイムウォークの橋渡ったらさ、もう不老不死じゃない、何ターン追加出てるのだって人生。いや分かんないです、ちょっと何を混在してんの、そう分かんない何を言ってんのか分かんない、何の話してんの分かんない分かんない。でも俺さ、不老不死で思い出したけどさ、YouTube やってるじゃん、 YouTube の中でさ永遠に生き続けられるよね、 YouTube が続く限りね。あ、そうっすね、それってハッピーじゃない。そう、ハッピーっすね。孫ハッピーとかがさ、そのハッピー見れるでしょ、正直ひ孫ハッピーまで見れますよ ね。いやだから今日もね、こんな毎日投稿を続けられるのは見てくれる人がたくさんいるおかげです、ありがとうございますっていう感じだよね。はい、謎締めだけど、まあとりあえず新店の福袋見てきたけど、今回なんかお得に感じたけど、ちょっとね、実際のところはたまたまなんかちょっといい方に偏ったの引いちゃったのかなとかもあるし、ちょっと分かんないんで、まあ、今後またしっかり見ていきたいんですけど、まあちょっともしかしたらね、この中身の種類公開でやってるから、今回なんかそこもなんかこう今までよりお楽しみ袋っていうか、中身公開で欲しい人勝手ね系にちょっと寄ってたし、もしかしたらその中身で村を作ってるのかもね、やっぱワンロットで全部お得なんだけど、その小お得と中お得と大お得あるよみたいな感じになってるんじゃないかなっていうね。例えば1万円の福袋ね、フォーソービルとヘルム・オブ・オビリエンス、さすがフォーソービルも高いんじゃないって気もするし、最新相場ちょっと勉強不足ですいませんけど、まあ、とにかくね、ハレリアの福袋もこう皆さんにどんどんさらにさらに喜ばれるように、品種改良というか、品種改良じゃねえか、ブドウか商品のね改善がこう進められてるっぽいんで、改善のテストがね、皆さんは今後もぜひぜひハレリアの福袋をご注目いただければと思います。いろいろ逆に何も毎回変わんないより社長としては安心するよね。だんだん良くなっていくんでね、変化は進化ということで、変化は進化につながるということで、
はい、そんな感じでよかったらチャンネル登録と動画の評価お願いします。今日もご視聴ありがとうございました。また明日。